計画は進める。必ず、必ずだ。なぜ俺を助ける？私と共に来い。力だけが支配する世界を作るのだ。厳密に言うと連合の個性強化実験の検体になる。俺らはおめえにかけたんだ。くたばるんじゃねえぞ。君は8つの個性を奪い、9つの個性を使うことができる存在となる。じゃあ手術した意味ねえじゃねえか。細胞を活性化させる個性を奪う。諦めるもんか。役兄ちゃん、覚悟。救助が来るにはさらに時間がかかりますわ。それまでヴィランが待ってくれるとは思えない。ヤオモモや雷は個性かなり使っちゃってるし。ウェイ、分かってるだけでも。カズマ、ヴィランが狙ってるのは僕だよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。ミドリア君、平気なのか。カズマ君の個性のおかげだよ。すごい個性だよ、カズマ君。ありがとう。要するにあのクソヴィランどもをぶっ殺せばいいだけのことだろうが。バクゾ、最高のヒーローになれるんだ。ヴィランどもをぶっ潰す。マクロ、ミドリア、その意見を持った。よっしゃ、やろうぜ。やろう、やるしかないね。そして先制攻撃でヴィランを分断。それぞれの地形を利用して奴らを叩きのめず。僕とサッちゃんが戦った時、突然相手が苦しみ出した。消耗させんのか。ヴィランには波状攻撃を仕掛けて個性を使わせる。絶対に勝つんだよ。目標に向かうぞ。王となる者に小細工などいらない。予想言うと固まってないで。頼むよ、ヤオヨロスさん。ガットストップティーキング、スーパーマンド。あとは任せる。ここは俺の席。本気だぜ。俺らだって違う。上等だ。攻撃を繰り返したのには意味がある。小賢しい真似しやがって。俺が化け物だと言われる理由は。ええ、
ですが、私が活性化できるのは…それ、個性喪失事件の容疑者です。なんだ、ラブトを担当しているのは、雄英高校ヒーロー科、1年 A 組です。私の個性は聖火のごとく引き継がれてきたものなんだ。力を譲渡する個性。でっかい勝つ方法か。オールマイト、譲渡した後も残り火で僕らを守ってくれた。二つのワンパンオール、これでやる。秘密を共有している君なら、同じ人に憧れ続けた君なら勝つんだよ。俺の道を阻むな、阻むな。君はいつでも人の心配を先にするな。ちゃんにすごく無理をさせたから、オールマイトをちょっとしたんです。ワンフォーオールをカッチャカグ後継者に選んでくれたのに、ヒーローになれるって言ってくれたのに。私は君にワンフォーオールを渡したことを微塵も後悔していない。その結晶である力を、ワンフォーオールが、いや違う、命を懸けて守ろうとしたものと、お師匠、歴代の皆様、人生だったかい？これからだ。一人でいい。おやすみ。ない。ワン・フォー・オール譲渡の件もかっちゃんは全く覚えてなく、あのガキどもに挨拶せんでいいんか。